feel you, babe. Your muscles are a metaphor, a figure speech. こんにちは、みおです。今日は作り置きをしていきたいと思います。まあ冷凍できるものしなくてもいいんですけどを作っていけたらなと思います。ではまず切り物からしていきます。まず炊き込みご飯も冷凍したいので、まあ、なんかこの辺とかを切る前にお米を水につけておきます。こんな感じで野菜たちを全部切っていきます。無言で切っちゃう。いつも一人でさ、喋んないでやってるから。この子でしょ。あとはちょっとこの辺で切った野菜を今置いて、あとこのネギ系と人参を切っていきます。よし、OK。簡単な手羽元の旨味を作ります。この大量の手羽元をまず炊飯器に入れます。はい、今数えたら15から16ぐらいあったかな、入れました。でここに調味料を加えていきます。鶏肉はちょっと傷みやすいので、こんな感じでちょっとヌメヌメしてる部分とかがあったりすると臭みにつながるので、こういう感じで拭いとくといいと思います。そしてここに調味料を入れていきます。うちはねこんな感じでちょっと汚いけど収納されてます。今日は分かりやすいように測っていこうと思います。まずはお酒20くらい、15から20くらい、70ぐらいをまず入れて、70ぐらいでもいいんですけど、こんなちょっと伊勢のたまり醤油って美味しそうなのがあるので、これをキムチ10から15ぐらい、ちょっと美味しそうなので足してみます。お酢を入れるんですけど、なんかお酢はこの炊飯釜、炊飯器が劣化する可能性がある恐れがあるらしいので、気になる方は避けてください。私は60から70くらいかな。そしてお水、まず100、200、これで300、400入れないぐらい、370ぐらい入れました。ニンニク使っちゃいます。これ大さじなんですけど、小さじ1くらい、この方かな。とニンニクが小さじ1ぐらいで、生姜ちょっと足しました。蜂蜜は大さじ6ぐらい入れます。はい、6杯目こんな感じで今調味料を入れました。であとはこれを炊飯するだけでできちゃうんですよ。今ひたひた冷ましたので冷凍します。はい、続いてダイエットメニューを作ります。スンドゥブ鍋風まずお豆腐を入れて軽く潰します。はい、でお肉何でもいいんですけど、私はちょっと豚ひきだったので入れてみました。まあ、なくてもいいし、普通に何でもいいと思います。細切れでも何でも。でそこにキムチを入れます。で調味料は鶏ガラを小さじ1、ニンニクも小さじ1くらいだけど、私は少なめに、このぐらいでいいかな。コチュジャンは大さじ1飲むかな。豆板醤小さじ1、醤油小さじ1、あとここにお湯を450から500ぐらい入れて煮込むだけです。こういうシーフードのやつがあると入れたら美味しいと思います。こんなもんかな。エビもちょっと入れたら煮立って
火が通れば完成。続いて薬味を作ります。大葉、みょうが、ネギをひたすら刻みます。今大葉を20枚ぐらい刻んだものと、みょうが、ネギ、水を150加えました。そこに醤油を100、続いて鶏ガラを小さじ1、砂糖を小さじ1くらい、ごま油を小さじ1くらいで、コチュジャンも大さじ1くらい、あと唐辛子、まあお好みでいいと思うんですが、唐辛子、あと干し椎茸があったので入れたら美味しいかな、入れます。はい、混ぜて、あとは蓋を閉めて完成。私はこの賞味期限が切れそうだったので、パタゴニアのサバ缶を使うんですけど、これはね、サバのオリーブオイル漬けなんですけど、でもサバ味噌煮の缶ってあるでしょ、あれでいつも作ってます。まあ味噌煮でもなくなじゃなくてもいいんですけど、サバ缶をまず入れる。普通のサバ缶より味噌煮の方が美味しかったけど、でも普通のでも全然美味しいです。調味料を入れていきます。あ、ちなみにご飯は2合入れてます。2合を水に30分から1時間ぐらい浸してて、それを切って切り物してる間に浸しといて、で今サバ缶を入れました。ここに大さじ1、みりんも大さじ1入れます。味噌煮とかだったら醤油大さじ1なんですけど、私はここに味噌を足します。サバの味噌煮だったら入れなくていいんですけど、だからそっちの方が楽だよね。はい、そしたら、2合なので2合のとこまで水を入れます。切っといたネギのせて、なんか緑の苦い感じが嫌だったら緑の部分入れない方がいいんですけど、私はあんま気にならないので緑の部分も入れちゃいます。そしてその上に舞茸も入れます。それであと炊飯すれば OK です。そしたらプスプスとちょっと穴を開けておきます。続いてピーマンを耐熱容器に入れて、ふんわりラップをして600ワットで8分チンします。はい、ピーマンがこんな感じでしんなりしたので味付けます。熱いうちに味をつけた方がいいです。私はこのめんつゆ、そうみのつゆをまず大さじ2杯、しょっぱいかな、大さじ1でいいかも、大さじ1とお水を、お水を大さじ2入れました。そこにごま油大さじ1くらい入れます。お水とめんつゆとごま油を入れました。そこに鰹節をたくさんお好みで加えて混ぜたら完成です。はい、混ぜたらこんな感じ、わかるかな、こういう感じで落としラップをして、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やして完成。はい、では炒める系もやっていきます。見づらいけどここでやるね。思ったより人参が多いので、もうちょっとオリーブオイル足してもいいかも、小さじ2くらい。人参は生でも食べられるからさっとで大丈夫です。しんなりしたら味付けていきます。お塩、全体的にパラパラっと、そして砂糖小さじ2くらい、黒胡椒、ブラックペッパーもちょっと入れます。半分にフライパンで分けて、1個に粉チーズを適量入れます。で、もう1個はカレーパウダーをかけます。
フライパンで2つに分けて、こっちがチーズ、こっちがカレーパウダーをかけました。粗熱が取れた人参をキャップの上に乗せて包んだら、もうフライパンはキッチンペーパーで拭いてそのままいきます。なんか私はこの油を使ってます。これオメガ3とかビタミン E が入ってる、なんか遺伝子組み換えじゃない、めっちゃ体にいい油。お寿司屋さんもこれ揚げ物にこれ使ってたりするくらいいいんですよ。豚ひき肉を炒めていきます。塊のまま両面焼いてからほぐすと豚ひきとかはいいですよ。これを炒めていきます。さあここにナスを入れます。中火で蒸し焼きにしてる間に調味料を混ぜていきます。まず味噌、砂糖は小さじ1ぐらい、ちょっと気持ち多めに入れとこうかな。そのままフライパンに入れてもいいんですけど、味噌意外と溶けにくいので私はこんな感じで混ぜてから入れます。ちょっとだけみりん足そうと思います。ピーマンがもう少し火が通ったら、まあこれでもいいんですけど、完成です。はい、次またフライパンは拭いただけ。ここにオリーブオイルを全体に入れて、玉ねぎ、そしてパプリカ、トマト缶を 240g ぐらいかな。これにちょっと水入れて、水もついでに加えます。またサバの水煮とかがいいんですけど、水煮そのまま水ごと入れちゃうのが、これ水入れなくてもいいんですけど、私ちょっとこれ賞味期限近いから先にこれを使いたい。今こんな感じで材料をバーッと入れました。あとね、ちょっとしめじが多いからしめじ加えて塩も足します。フライパンちっちゃかったから、あと塩を加えて煮込みます。グツグツ煮込んだんですが、ちょっとバターがあったので気持ちバターを加えて、はい、では鶏もも肉を一口大に切って焼いていきます。大体焼けたらナスを入れて、お水もかける。味付けは味ぽんだけ、大さじ2くらいかな。全体に絡めたら蒸し焼きにしていきます。あとは火がお肉に入るのを待つだけです。どんどんボサボサになってきた。どうかな、おーできてる。こんな感じで仕分けていきます。まず豚ひきを置きました。こんな感じで潰しながら炒めます。この野菜たちを入れます。では味付けしていきます。まず砂糖小さじ1ぐらい、まずケチャップを小さじ3くらい入れました。ちょっと後で足すかも。そして中濃ソースも同じぐらい、カレー粉、ちょっとチリパウダーを足しました。とカレー粉をね、もっといっぱい入れた味見ながら足してください。こんな感じで完成と。はい、ということで今回は私の作り置き動画をご紹介しました。見づらかったかと思うんですが、参考になれば嬉しいです。ということで、この動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとコメントとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。リクエストあったらコメントにください。